第5試合は UWA 世界タッグ選手権試合です。まずはチャンピオンの三田悦子、下田美誠、今日が5回目の防衛戦ということになりましたけどもね、どうですか？そうですね、 UWA の価値を下げないような試合をして、早く UWA のベルトを卒業して次の 3WA に狙っていきたいので、今日はそれなりの試合をしないと、やっぱ UWA の存在感というのを表して価値を下げない試合をしたいです、はいはい、ちょっとなんか印象変わりましたね。そうですね、まあ、また今年も新たに2人で頑張るぞということでバサッと、はい、爽やか系になりましたけどもね。さあ一方の下田美誠選手、どうですか今日は？そうですね、三田選手が言ったのと全く同じで、うん、頑張りたいと思います、はい、相手はどうですか今日は？南、そして渡辺ですか？あれなんですよ、 UWA とか他の団体の選手とやったことが多いんで、今日は前場の選手ってことですごい楽しみにしてます。なるほどね、はい、頑張ってください。5度目の防衛戦です。さあ一方の挑戦者は南鈴鹿、渡辺智子ペアです。南選手、はい、もうそろそろねベルト欲しいですね。そうですね、これに挑戦するのは4度目なんで、はい、今回パートナーが渡辺なんで、渡辺と一緒にベルトを取っていきたいと思います、はい、その渡辺智子選手ですけども、渡辺もベルトはしばらくないね。あ、全日本とかは結構結構じゃないけど、やったんですけど、取ったりとかして、今年は全部ダメで、これ世界のベルトですか UWA って？そうよ。あ、それは世界のベルトは初めての挑戦で、はい、千葉県民タッグとして、なるほど、頑張りたいと思います。はい、非常に明るい挑戦者ですけども頑張ってください。
第1試合 UWA 世界女子タッグ選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム165パンス、渡辺友子、同じく160パンス南試合です。 UWA 世界女子タッグ選手権試合、チャンピオンラスカチョーラス三田悦子下田美馬対挑戦者南鈴香渡辺智子の60分一本勝負であります。岡さん、はい、まあ、三田下田ね、もうこの大舞台でもですね、非常にこのなんて言うんでしょう、余裕があるというかですね、入場とかも本当になんかこう、はい、貫禄さえ感じたというようなね、今日は五度目の防衛戦ということで、もうベルトのピンクに合わせて水着のコスチュームピンクにしてますね。ビッグマッチになるとちゃんとコスチュームを変えるんですよね、はい、このチームって。一方の挑戦者のこれは渡辺と南のこのタッグっていうのはまたこれはまあ技巧派タッグでもあるんですね。技巧派タッグ、なるほど。あと渡辺智子はこういった舞台で、はい、ね、こういう位置に試合をするの下積みじゃないですか。そうですね。あっと、いきなり、ああいきなり南の得意のコペであります。あとは正確ですよ。渡辺とももまるで雪だるまみたいな感じですね。白のね、ぶつかっててね、なんか面白いですね。ダブルのブレンバスター、いやいや、ここまで挑戦者チームがですね、非常にラッシュを上げて、わー、スタンドイッチでありやすと、渡辺のランニングクローズライン、はいはい、これは注目の技ですね、今。そうですね。井上京子の小型バージョンですね、はい、そうですね、そうでした、井上京子でした、最初にやったのは。そうですね、ここまでは挑戦者南渡辺組がまずは主導権を取っていこうといったところか。今日は4人が4人身長のコスチュームですね、はいはい、南鶴香選手ってなんか全日本プロレスの淵選手みたいですね。この試合しながらあれやれこれやれって仲間に言うんですよね。コーナー登れって 言いましたよね。南選手先生ですか、先生。あの声がいつも南選手出てますよね、はい、非常に試合中の声わーっていうの聞き取りにくいんですけども、指示するときはちゃんとその的確に的確にそういう教えをね、あの受けたと思うんですよ、南選手自身は、はい、試合中の発声ってやつですね。渡辺君なんですけど、普段ちょっとあまりいいポジションで試合してないですからね、はい、今日あたりこの辺でどの程度できるかというか個性が見せられるかっていうのを見たいですよ。あの怪獣ウーみたいですね。怪獣ウー、うん、あの雪の怪獣ウルトラマンでしたっけ。そうです、ウルトラマンでした。超ラスラスターが出たか、やっとここでチャンピオンらしさが爆発といったところですか。もうこれもおなじみという感じですよね、はい、おなじみですね。もうネックハンギングからの